なんか見方変わったわキャラの何か <laughs> OVA のイメージが <noise> さああえっと来たねドマどが頭し来たしんすけ 道数流れが来てたんだけどねえいやそんなんじゃ怖いよ怖いよえっと配句の公式サイトでさあのキャラクターの,あのリスト見て来たって知ったんだけど だまずあいつと前回野屋さんが狙われてて、えー、結局越えられずに野屋さんが切れずにれ悔しがって終わったんだよねだ多分またそこも来るんだろうね野屋さんいやどうなんかなまあないかもしれんけどまあ本当カラスの支柱だからね 田中先輩と並んで野谷さんが取れなかったらっていうで精神的に折れちゃったらっていうところがあるからねもうなんとしても平常でいなきゃって指立てしたんだよねで菅さんも来てくれて影山の腹具合もいい感じになって。 点取りまくって流れ来てたけどもうちょっと行きたかったねでもほんと影山すげえよタイムアウトになった時絶対やべえと思ったもんあ切れちゃったってずっとボールんおっ来たっけ誰かが見とるおな何ガバイばあちゃん ハイライラトねの怖えの声よごっ <laughs> <極寒> <laughs> 北風 <laughs> まあでも今の流れを立つにはちょうどいいんじゃない <laughs> おあいだ いいとこ来たけどああさん、うんう拾ったうんお飛ぶえー、ええー、えあれシンクロっ <laughs> え拾うの 怖えよこいつああ取られちゃったやべえあこんなに来てた23なんか不気味、うん、いんのほおう スターではないけど、うんうん、出来上がった うんうんやっぱアランが持ち直したかうんここで山口うん、うん、カラスの武器を え、でもなんか、えー、大丈夫かいい感触取ったー。いい感じに取った。上がった。 常にハハハハ。 おー優しいや <laughs> ね,えねえもえもうダメみや好きほんと <laughs> ほんと好きくそ。<laughs> なるほどね。常にね。うん。うん。うん分かる気がする。うんうんうん。分かる分かる。オンとオフがいい意味でないんだな。 あーすげえわかるユニフォームああちょちょおい <laughs> よかったなー うん、うん、そうじゃない、うん、いやでもなん,かなんか今までの配球のキャラで一番メンタルがわかるかも。 おーいいなこいつやばいセットポイントだ いや、この感じは初じゃないああ向こうの応援ね。いや分からんで分からんで。うん、それでもいいよ。やろうやろう <laughs> <laughs>。怖い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 。怖い なるほどね赤点とは <laughs> なるほどね実直なバカまっすぐ <laughs> 見たい <laughs> いやいや本当と北好きだなちょっと。 日のがさんからな <laughs> 恐ろしいうんうん5番の坊主いやいやオッケーあでも崩れたかあ帰っちゃったか月あああ あ取られちまった完全に向こうだひなたいやしじゃんわなわなしてる <laughs> いやでもなんか本当なんか向こうがどんどん好きになってるからなんか今までよりなんか悔しいって思いが正直弱いかも。 いいや、まずいまずいまずい、俺はカラスのツキ <laughs> はそれじゃ終わらんやろ追いかけてこいよ。

何よりの言葉や大エースはいはい <laughs> 本当だよね今大事なとこだったよちょっと <laughs> ハイライトがねえんだよ 読まれてる、うん、おん。おいっす <laughs> いやいやリベロが来るやろ、うん、ジャンフローで来るのね 毎回やな、これ、本当に。<laughs> <laughs> はい、来た来たよお、アウトうぅはっ嘘だろうそんなバカなえぇ、ー、<laughs> ええぇー めちゃめちゃ分析してるかしらうんそうなんだろうな最善の「おいおいあああ あーのやさんオッケーうん頑張ってくれてるよ浅木さ,さん 何イチャイチャしてんだよ <laughs> うんうんうん、まあ提出もすんの 楽しそうやんお前なんか見方変わったわキャラのなんか <laughs> OVA のイメージが、うん、うん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  <laughs> <laughs> で<っぺ>き <laughs> 怖えよ上向けだいぶなんかぐるぐるしてんぞおいどう彼女はいやいやいやどうよお乗ってくれてるやん よかったねもうイチャイチャしとけおおおおおオタク話乗ってくれるのは嬉しいよね <laughs> ううっアンチェ うん農丘作戦な田中先輩うんまあそりゃ飽きてるよねハはははは いつも通りやな、本当。朝日さん。おお。まずい。ガラキ。顔がやま。 おお、やっ、今日来てますやん。まだ兄さんか。来いなおい。 ゲスブロックもいたね。<laughs> あら。次。言われてんぞああ。ああ、もう終わりか。はや。こ。こ。ま <laughs> あ、二三だったっけ。 いやでも本当数分だったけどいや北が一気になんかこう、まあ、好き好き好きというよりはなんかこう分かるというかシンパシーというかうんうんルーティーンというか日々の安定度って大事だよね分かるあすげえ分かるうん個人的に <laughs> 俺もそのタイプだから分かる分かる常にやっておくってね 本番にこそこう決めてやるっていう、オンにするってタイプもいるんだろうけど。うん。やっぱどんだけ安定してね。力を出せるかって、ま大事だよ。うん、わかるわかる。でもそうするとさ。あんまり波がないからさ。こう、ここぞと、ここぞという時にさ。こうやる気あるのかって言われたりするんだよね。<laughs> <laughs> でもまあ YouTube とかもそうだったかな。いい,い,い方向でね。ヒーローんのやさんかのやさんかツッキーになりそうだな。うん、どっちも。のやさんは完全にこう乗り越えなきゃいけないって感じだけど、ツッキーがまだこう、内心どう思ってるかっていうのがわかんないからね。うん。まあ多分見せてくれるでしょう。 よし。じゃあ、えー、次は一回ここまでにしようかな。また見返し続きいきたいと思います。じゃまた次回第21話、ヒーローでお会いしましょう。じゃあね。